アルローサの艦が立つ。推進機にポンプジェット推進のノズルを装備する。B-871。アルローサは、ソビエト、ロシア海軍の通常動力型潜水艦である。877ボルト型、パルトゥースの20番艦で、改良型の877ボルト型潜水艦で、建造された唯一の艦である。 B-871 は1988年5月17日、ゴーリキーのクラスノエソルモボ工場で寄港した。本館は、プロペラの代わりにポンプジェット推進のノズルを搭載する、877ボルト型で建造された、唯一の艦となった。B-871 は1988年9月に、浸水、1989年9月10日に、竣工した。 1989年5月18日、三島、艦長英雄ロマノフ初代艦長以下の陸民が、編成され、訓練を経た1990年12月1日に、国会艦隊に就役した。12月30日、B-871 は、セバストポリのユーズナヤ1を母校とする、第14潜水艦部隊の第153潜水艦旅団に配備された。 B-871 は1991年12月から1992年3月まで最初の戦闘公開についた。公開中にソビート連邦の崩壊を迎え一部の水兵がウクライナへの基準を企てたものの B-871 はセバストポリに寄港した。国会艦隊に残った B-871 だったが、 蓄電池の不調から長期にわたり出航不能となった。この間、1994年に第153潜水艦旅団が解体され、翌1995年に第155独立潜水艦旅団に編入された。1996年5月22日、B-871 は蓄電池を乾燥して出航可能となり、予備役に編入された。 7月26日には、ノボロシースクで行われたロシア海軍記念日の海軍創設300周年記念式典に参加した、ほか、8月から9月まで戦闘公開についた。1997年に結ばれたロシアとウクライナの間の合意により、B-871 は正式にロシア海軍の所属となった。6月12日にロシア海軍機が掲げられ、 9月19日には、ロシア最大のダイヤモンド工業会社である、アルローサと退役運人による支援が行われることになった。B-871 は1998年8月から1999年4月まで、セバストポリの第13造船所で B-871 の修理が行われた。2004年1月、支援するアルローサの名が、 艦命に関されることとなり、B-871 はアルローサと命名された。アルローサは第247独立潜水艦大隊に在籍し、2014年までの長期間、国会艦隊で唯一稼働状態にある潜水艦だった。これを解決するために単語型潜水艦 B-380 が改修工事に入ったが、父として進まないうちに、 ロシア金融危機に伴い修理は無期限で中断2019年に浮きドックごと沈没して解体された2008年アルローサは演習に参加した2009年8月5日ドックでの修理後に最大震度240メートルの先行試験が完了したその後国会での演習に参加したが演習中の11月21日に推進機が故障したため 11月23日、アルローサは、ノボロシースク海軍基地に栄光された。2010年10月には、ウクライナ海軍唯一の潜水艦である、ザポリージャの乗組員から選ばれた、士官4名が研修を受けるために、アルローサに出港した。彼らは、沈没時の脱出方法を訓練したほか、出港時の点検や会場での作業を、アルローサの乗組員と共に行った。 会場での実務遂行に加わった。テレビラジオ会社、ブルイーズのインタビューに答えたユイリーイン、海軍少将によれば、乗組員は、アルローサが国海艦隊の水上艦隊といった合同演習に参加する機会もあった。ウクライナ海軍士官の研修は10月15日に完了した。潜水艦救難訓練でアルローサの司令塔を下る。 アメリカ海軍の水兵2011年5月22日、アルローサはサルベージ船、キルマイナス -158 と共に、スペイン沖で開催された第8回、国際救難演習、ボールドモナーク2011に参加するため出港した。5月30日から6月9日まで実施された、この演習は、NATO 加盟国など、約20カ国の艦艇が参加した演習で、アルローサは、 沈没艦役として海底に着艇し、アメリカ海軍の潜水艦救難潜水、再加圧システムを接続しての救難演習を行った。演習中、アルローサは、ニコライ・マカロフロシア連邦軍参謀総長や、アレクサンドル・タタリノフロシア海軍総司令官第1代理、ジャンパオロ・ディ・パオロ北大西洋、条約機構軍人員会議長の訪問を受けた。演習の終了後、7月に、 アルローサは、バルト海に向かい、クロンシュタットで修理を実施した。修理中の12月1日には、収益20年を祝う会が催された。修理は2012年9月までかかり、アルローサは、旧南栄船 SB-921 と共に、スペイン領セウタを経て、1ヶ月強かけて、セバストポリに戻った。停泊中のアルローサ2013年5月12日には、 ウクライナ海軍の潜水艦ザポリージャと共に国海艦隊創設230周年記念式典に参加した。2014年の夏 B-871 はセバストポリの第13造船所で収益後初の長期修理と近代化改修に入った。修理に加えアルローサには 3M14E クラブ S 巡航ミサイルの発射能力が得られることとなった。 入居中、アルローサの乗組員は、国会艦隊訓練センターで訓練を続けるほか、新たに、国会艦隊に配備される改めキロ型潜水艦、ノボロシスク、ロストフなどヌークラスのダール3隻の乗組員への研修を行った。当初、修理と改修は2015年に完了する予定だったが、クリミア危機の影響もあり、作業は遅延し、 2016年4月18日段階でも、アルローサは、船外の装備を浮きドックで修理後、偽装場に移しての作業がさらに数ヶ月続ける予定だった。この間、2014年から2016年にかけて、国会艦隊に、改めキロ級潜水艦6隻が配備され、2014年12月1日に、第247独立潜水艦大隊は、 第4潜水艦旅団に格上げされた。アルローサの修理と近代化は2017年になっても、なお始まっておらず、2019年には修理と近代化の完了後に、バルチック艦隊の B-227、リボルグに代わり、バルチック艦隊に配備される見込みであることが明らかになった。2019年5月末になって、ようやく第13造船所のドックに入居した。 アルローサーは2020年にバルト海艦隊へ再配備され、アドミラルティゾ造船所の潜水艦建造の支援などを行う予定である。ありがとうございます。